質問、あなたはケッキングですか？そう見えるか。ケッキングか。俺靴下今日やべえな、これ赤んと。ゲームイズの山田です。今日はね、ちょっとね、僕の雪わらしの状況を見ていただきたくてですね、まぁ、ちょっとね、雪わらし関連の話なんですよ。はい、まあ、オスとねメス両方一応取ってはいるんですけど、はい、ゲットした数ですね、よいしょっと、はい、ゲットした数が今81で、見つけた数100ということですね。まあ、ゴープラとかでポチポチやってるとこう逃げられちゃってる時とかあるんですけどね、色違いの雪わらし欲しいなと思いつつ、まあ、今のところそんなにこう精力的に雪わらしだみたいな感じで言ってはないですね。その行動してる間に、ポケモン GO 普通に起動してやってる間に、近くにいたら雪わらしは必ずタップはするんですけど、だからその色違いのために長時間やるっていうような、ことは今のところはやってないんですね。ただし、ちょっとやらなきゃなって思ってる理由が今2つ出てきました。ということで、それについてちょっと今日はお話しさせてください。まず雪わらしは今現在割と出現率ぐんと上げられているじゃないですか。で、今までのイベントだと、例えばそのゴーストタイプがいっぱい出てきてくれたハロウィン時期ですね、みたいにこう特定のポケモンたち、ポケモンの特定のタイプが、たくさんね出てきてくれるじゃないですか。で、今もその期間中だと。で、これが終わった後がね、ほんといないのよ。ほんと出てこないの。うん、このことを考えると、やっぱその雪わらしの、まあ、特に色違いですよね、うん、が欲しい場合は、今の時期にやっぱり回っておかないとかなり厳しいかなと思います。ということで、まあ、その雪わらしの色違い厳選のために時間取らなきゃいけないなって思ってるのと、あともう一個ですね、雪わらし今のところは鬼氷が、まあ、進化先としているんですが、鬼氷は今現在はオスメス作れるんですけれども、将来的に鬼氷のメスが多分作れなくなっちゃうんじゃないかななんて、思ってます。なので皆様、一旦図鑑上のね、まあ、ここのオスメスは別に普段気にしてないよって方はいるかもしれないんですけど、やった方がいいかもしれません。なぜならば第4世代になると雪わらし、こいつが進化先が2つに増えるんですね。それが何かというと、雪目の子という、まあメスの女の子の雪わらししかなることができない進化先というのが出てきます。これね、まあ、ちょっと見た目がね、まあ、どんなやつなのかわからないと思うので早くこちら出すんですけど、はい、こんな感じですね。はい、こんな姿をしている雪わらし、あ、違う、雪目の子というポケモンが、まあ、出てきますよと。ということで、今回お話しするその雪目の子なんですが、ですね、雪わらしから雪目の子に進化するには、まあ、条件が2つあります。まず1つ目が、まあ、メスであるということですね。そして2つ目が、まあ、本家だと進化アイテムが必要だったんですね。まあ、目覚め石というアイテムを使うことによって、雪わらしから雪目の子に、まあ、なりましたと。ただし、この目覚め石が、その実際にゲーム内でこの進化に必要になってくるかどうかちょっとわかりません。ポケモン GO の場合は、本家で使用していたアイテムを使わずに、進化できるようになる、その進化条件が変わるっていうパターンが、まあ、割とありますので、そういった意味でちょっと何とも言えないところかなと思います。ただし、まあ、その、まあ、実装される可能性もあるので、ここはちょっと分かりません。はい、そしてですね、この雪目の子なんですが、タイプがねちょっと特殊なんですね。この子が氷とゴースト、氷ゴーストタイプに、まあ、なるんですね。ということで、ちょっとね、技とかも、まあ、どうなってくるのかね、ポケモン GO に入ってきた時にどうなるのかちょっと読めないんですけれども、まあ、そういったねちょっと特殊なポケモンなので作っといてもいいんじゃないでしょうかというところですね。はい、でその種族値としてはあんまり強いポケモンじゃないんですね。まあ鬼氷もそこまでではなかったんですけども、まあ雪目の子になって強いかと言われればまたちょっと微妙です。ただここなんですよ、雪目の子は第4世代のポケモンなんですね。今のところのポケモン GO の実装、その第2、第3のサイクルとしては、まあ、1年かかってないんですよね。
第2世代が、2月頃ですね、に、今年実装されて、第3世代に関しては先行実装という形でゴーストタイプはハロウィンに来ましたし、で本格実装は12月ということでドンドンと来てるので、まあ、10ヶ月ぐらいのラグが今回はありました、そのことから来年ですね、のまたその10ヶ月9ヶ月後ぐらいだから、まあその夏から秋にかけてまた第3世代が来ると思います。でこの時に、まあ、雪目の子が、今のうちに厳選しておいた雪わらしを使うことで、まあ、作れると。で、考古太一もあったらいいなとは思うんですけれども、個人的にはね、この、まあ、その個体値、あ、種族値、この種族値だったらばそんなに厳選はまあいらないんじゃないかなとは思ってます。多分バトルでは、まあ、鬼氷もそうなんですけど、雪目の子も、まあ、使わない気もします。もっと強い氷タイプ、もっと強いゴーストタイプとかがねいてくれるので、そいつらを使う可能性が高いかなと思います。ただし一個あるのが、色違いの雪目の子を作りたい場合の難易度はめちゃめちゃ上がっちゃうんですよね、将来的に。その、まあ、今だったらその例えば闇ラミ、金の闇ラミとか、あとはそのゴーストタイプ系の色違いってちょっとね、もう出現報告が少ないからやっぱ厳選がしにくいっていうのは実はあると思うんですね。で、これはその実際に、雪わらしも多分同じ状況になります。色違いのね、青い雪わらし自体の入手難易度が今回のイベントが終わったらぐんと跳ね上がってしまいます。でさらにですよ、さらに色違いの、例えばその鬼氷だったら、オスだったら鬼氷にできるんですけれども、まあ、メスの色違いの雪わらしを、まあ、ゲットしておかないとこの色違い雪目の子は作れないんですよ。きつっていうところなんですね。まあ、なのでもしも色違いのその雪わらしですねを入手したならば、オスだったら僕は今進化させちゃってもいいと思います。ただしメスだった場合はまあ一回ステイでいいんじゃないのと、はい、思っております。うん、僕はちなみにメスのやっぱその雪わらしが欲しいですね。で、今現在僕はあれなんですよ、全然ね、さっき捕獲数がな、あ、ちょっと待って、口と出てるからちょっとやらせてください。今現在ね、捕獲数がすごい少ないんですけれども、まあもうね200、300ぐらい稼がないとどうしようもないと思うんで、そこまで稼ごうと思っています。前のね、いつだっけな、金恋の時かな、金恋の時の、検証データとしては、色違いポケモンですね、の出現する確率っていうのはおよそ、300程度、300分の1とか、もうちょっと数字なんか細かくあったはずなんですけど、ちょっとごめんなさい、ど忘れしちゃいました。300分の1ぐらいの確率になっているので、まあ、正直ね、今の僕の捕獲数だと出なくて当然ぐらいの数字ですね。まあ、今の80数匹のゲットで持ってるんだとしたらば相当運がいい方ですね。はい、ということでお話まとめます。今来ている雪わらし出現率おそらくぐっと下がります、イベントが終わるとね。ということで、個体値の厳選、さらにはその色違いの厳選がかなりやりにくくなってしまいます。色違いが欲しいならば今のうちにまずは取っておきましょう。さらに、雪わらしは、雪目の子というね、特殊な、またその別のね、進化系統が、第4世代の時に実装されます。今までのサイクルからすると1年以内にはこれ出てきてくれると思うので、実装されると思うので、それに備えてメスの色違い雪わらし等が、まあ、いたらいいんじゃないでしょうか。まあ色違いね、そのハードル高いよと思われる方いらっしゃると思います。なのであれですね、そのとりあえずメスの考古太一雪わらしがいたらそれは確保しておいた方がいいと思います。はい、あとまあ鬼氷のね、メスの鬼氷とかも将来、まあ、さっきも僕も言った通り分岐になっちゃう可能性がありますので、個人的には今作っといてもいいんじゃないかななんて、これは思っているところです。はい、とか言いながらちょっとね、今クチートとのバトルですね。クチートも僕まだ色違い持ってません。第三世代は全然持ってません色違いを。だからクチートとねアブソルはあったらね、もう積極的にやるようにしてるんですけどね、まあなかなか出ませんね。そうそう出るもんじゃありません。はい、とりあえずクチートが出てきます。さあ色違いであったら嬉しいけども普通ですね、残念です。サクッと取っちゃいましょう。
ててんてん。はい、ということで皆様ね、雪わらし、しっかり入手しておきましょう。それじゃあこの辺で質問コーナーやってみましょう。それでは今回は3つ質問お答えしていこうと思います。まず1つ目が、お名前たけのこにきさん。自分はフリーザーレイド初登場の時に一度復帰して、その後サボり、また最近復帰しました。まだ TL が28なのですが、今は TL 上げに徹するべきか、図鑑制覇に徹するべきか悩んでいます。山さんのご意見お聞かせください。個人的には多分そういうサイクルでやられてる方って、なんかやりたい時にやるみたいな、そういうスタイルだと思うんですね。でそういう人はランクそんなに上げなくていいんじゃないかなって僕は思ってるんですね。トレーナーランクっていうのは、その TL は、まあ、上げることによってランクアップの時にアイテムももらえますし、その持っているポケモンの CP が、まあ、そのどんどん上限が引き上がっていくっていう意味で、まあ、バトルがねどんどんね、そういう、まあ、有利に立ち回れるようになってくるんですよ。で、そういった意味ではいくらでもね上げちゃっていいとは思うんですけれども、そもそも図鑑のコンプがまだな場合、やっぱその図鑑を埋める方が多分楽しいかなって僕は思ってるんですね。まあ例えば僕なんかは新しいポケモンが来た時っていうのは、まあ何よりもまずは図鑑埋めの方を優先、今まではしてきました。まあ今回第3世代が来たのは今来てるじゃないですか。でまだ第3世代が全て入ってきてるわけじゃないから、そこまで駆け足ではないんですけれども、まあゆったりとまったりと、かつまあその時間があったらとっかりみたいな感じでやってきてるんですが、その2つを天秤にかけるならば図鑑ですかね。ランクに関してはまあ一旦30とかにね、するぐらいまではちょっと頑張ったらいいんじゃないでしょうか。それでは次行きましょう。お名前がひとし山田さん。いつも楽しく見てます、ありがとうございます。質問、 Go プラスを USB で充電する商品がありました。電池とどっちがいいですか。あ、これね、僕も拝見したことあるんですよ。売ってるのね。ただ店頭じゃなくてなんかネットで売ってるのを僕はこれ拝見したんですけど、僕はねこれ別に買う予定はないんですよ、実は。なんでかっていうと高いまあ理由はそれだけですね、単純に。僕は買いません。続きまして、ラストとはこれですね。お名前がブラックヘルキャットさん。はい、質問です。山田さんは薄毛対策してますが、家族はハゲ家系ですか。すげえ質問だな。ハゲ家系ではないですね。みんなみちみちですね毛の密度はすごいです。その代わりみんなもう生まれた時からデコが広いんですよ。僕も割と広いですよ。僕もデコは結構ここ広いんですよね。はい、毛はね多すぎる、むしろボッサボサになるんですよ。だからもう最近毛全然切ってないんで、余計えぐいことになってます。そろそろ染め直しだな、一回また染めないと。うん、染めて切って、うん、はい、そんな感じでございます。ということで今回はまたね、質問何でも OK です。ご投稿お待ちしております。コメント欄の方でね、質問と書いていただければ、その中からピックアップしてね、動画の中で紹介させていただきます。はい、そんな感じですね。はい、ということで今回はこの辺で終わろうと思います。また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。